お元気ですか、ボクシムでございます。今回は BBM 東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2024の開封動画、後編の9パック開封していきたいと思います。それでは早速やりたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。滝中亮太投手でございます。島内博明外野手のカードでございます。小深田博と内野手のこれはキラでございます。松井裕樹投手でございます。これ OB でございますこれね。で古川千鶴さん吉川和樹投手でございます。中島大輔外野手でございます。ちょっとね車のね音なのになった、失礼いたしました。続いて、2パック目でございます。茂木英五郎内野手でございます。小郷優也外野手でございます。ちょっとね今日はちょっと昼間やってますので、ね、ちょっと、天気がね、晴れたり曇ったりというところございますのでご了承ください。こちらがですね浅村秀人内野手のカードでございます。トンチャーホー投手でございますのキラでございます。清宮小太郎投手でございます。で野村克也監督でございますね、野村さんでございます。ウォーターズ二階ジミル内野手でございます。3袋目でございます。高井智人投手でございます。トンチャーホー投手でございます。こちらでございます。吉野創士外野手でございます。日向直樹投手でございます。はい、続けていきたいと思います。で田中将大投手のこれを見てください。もうフェニックスバージョンでございます。こちらが75シリーズでございます。わかりますでしょうかね、これなかなかね、なんか中国のなんか映画に出てきそうな感じでございます。田中和樹外野手のキラでございます。田中貴也捕手でございます。4袋目でございます。で庄司康生投手でございます。こっちだった、ねね、こっちでございます。で小郷優也外野手でございます。で田中将大投手のまだルーキー時代の服のこれカードでございます。太田光捕手のキラでございます。黒川文也内野手でございます。大内誠也投手でございます。
で島本博捕手の、ね、ルーキー時代の時のカードでございます。5袋目でございます。渡辺翔太投手でございます。で、球団の歴史、2013年11月3日星野仙一監督のもと悲願の初優勝、日本一の時のこれカードでございますね。楽天ファンにはね、これ涙もののカードじゃないかと思います。で、こちらね、エスペランサでございます。こちらがですね、清水小太郎清宮と書いていますのでね、こちらでございます。エスペランサカードでございます。庄司恒成投手のキラでございます。島内博明外野手でございます。太田光捕手でございます。藤井勝投手でございます。6袋目でございます。内星龍投手のカードでございます。鈴木大地内野手のカードでございます。で、鈴木大地選手ってね、あの元あの水泳 の, あの金メダリストもね、同姓同名でございます。藤井勝投手のこちらキラでございます。松井友隆投手でございます。山崎武史内野手のこれカードでございます。岡島武郎内野手でございます。今江俊明監督でございます。今年から監督に就任されました。7袋目でございます。高田光一投手でございます。日向直樹投手でございます。キラでございます。鈴木空投手でございます。中島大輔外野手でございます。浅村秀人内野手のこちらカードでございます。またちょっと映像がね、あのぼやけてしまってますが、その辺ご了承ください。則本貴大投手のカードでございます。岸孝之投手でございます。8袋目でございます。はい、こちら、2005年3月26日、楽天球団が初勝利した時のね、これカードでございます。こちらね、岩隈投手と、田尾監督でございます。原島渉投手でございます。日向直樹投手でございます。安田悠馬捕手のキラでございます。田中将大投手のカードでございます。
星野仙一監督でございます。駒子雄二投手でございます。で最後の9パック目でございます。あ、ごめんなさい、ちょっとね、滑ってハサミをね、落としてしまいました。失礼しました。2024日本生命セパ交流戦初優勝した月のこれカードでございます。浅村秀人内野手のキラでございます。こちらでございます。藤田和也内野手でございます。松井裕樹投手のまだルーキー時代のこれカードでございます。伊藤幸也内野手でございます。銀次内野手のこれカードでございます。で最後に、マイケル・フランコ内野手でございます。はい、以上で、BBM2024 東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2024の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。途中でちょっとね、車の通った音や、ね、ちょっとねまた映像がぼやけてしまったことを深くお詫び申し上げます。はい、で、前編にもお伝えした通りこのエポックの、2024オリックスバファローズもねなんとか手に入りましたので届きしたい開封動画として上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。